県庁アナウンサーの隅田祐希です。かなちゃん TV 木曜日は教えて黒岩さんです。知事よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は城ヶ島大橋無料化の話題です。昨年12月にですね、神奈川県漁港管理条例の改正が県議会で議決されました。この改正の内容はというと、三浦市にあるこの城ヶ島大橋が、通るのに無料になると、4月1日から始まるということなんですけれども、現在はまだ有料なんですよね。そうなんですね。この城ヶ島大橋っていうのはですね、この三浦半島とその城ヶ島、これを結ぶ唯一の橋なんだけども、はい、これもともとですね、漁業活動のための、漁港の施設なんですね。漁港のためなんですね。そうですから、この島に住んでる方とかですね、はい、それから漁業関係者、この方たちは無料なんだけども、観光で城ヶ島に来られる、こういう方からですね、有料だったんですね。今もまだ有料ですけどね。で、その観光でいらっしゃる方、つまり全員、一般の方も含めて無料で通ることができるようになるということなんですね。そうですね。これってどういった経緯でなったんですか？これも私が前8年半前ですね、市に立候補した時に初めてこの城ヶ島も選挙活動で行ったんですけど、その時からですね、この橋をとにかく無料にしてほしいという要望があったんですね。地元の方から。そうから、そうですね。ただその時私聞いたんですね、私の城ヶ島っていうイメージはですね、学生時代行った時にとっても賑やかだったんですね。ところがね、今度行ってみたらものすごく寂れてたんですよ。でこの橋が無料になったらば、お客さんが来ますかって聞いたら、それは分かりませんっていうの。分かりません。それじゃダメだって。やっぱりね、観光マグネットって言葉を僕使ってるけども、引きつける力を持たなければですね、橋が無料になったからだけではお客さん来ないって、やっぱりその、城ヶ島の魅力をみんなで高めることが必要ですよということで、それまでちょっと時間はかかりますけどね。ということで、施策としてやったのがですね、神奈川県内で横浜、箱根、鎌倉に次ぐ新しい観光の核を作ろうじゃないかということ。これでですね、真っ先に選ばれたのが三崎城ヶ島だったんです。あ、真っ先第一号。そう、第一号選ばれた。で、そういうことを含めて、さまざまな地元の努力を積み重ねてこられたんですね。そしてこの商店街、これもですね、ちょっと見てください。商店街、こちらですね。これですね、もうこのボロボロでしょ、サビサビです ね, ね、こういう商店街です。これで皆さん来たいとなかなか思わない、そうですね、商店街なんですね。まず空いてなさそうだし、でこれを景観をみんなで、ね、変えていこうという流れが出てきたんですよ。これイメージ図ですね。どんな風に変わるかというと、ガラッと変わって、この格子戸をベースにしたらですね、なんかこの和モダン、いいですね、そうみたいな感じの商店街変えるよということを地元の皆さんが決められたわけですね。地元の皆さんがこういう和モダンな感じに、そうそうそう、かっこよくし、景観をまずかっこよくしていこうと、それと城ヶ島の先端にですね、京急のホテルがあるんですけども、これもすごく老朽化をしていたんですけどね、これも建て替えるっていう方針が出てきたんですよ。そうするとなんかこれね、景観も揃ってきた。景観が揃うということは、やっぱり地元が一枚岩になってね、みんなで盛り上げていこうという機運が出てきたということでもありますからね、よしそれならということでですね、この橋の無料化に踏み切ったということなんですね。なるほど。ではただでさえその地元、その城ヶ島そのものの魅力を上げつつ、さらに無料化にすることでも後押しするような、そういうことですね。今回の城ヶ島のエリアの活性化の起爆剤になるような、そういった、まさにその通りですね。しかもこれ城ヶ島だけの問題ではなくてね、城ヶ島っていうのは三浦半島の一番先端にあるんですね。ここがですね、元気になってきてお客さんどんどん引き込むようになれば、三浦半島全体の活性化につながってきますよね。なるほど。そこに城ヶ島に行くまでにさまざまエリアがありますので、そこで途中下車したり、そうですね、ということでですね、これはこの4月から無料化になったということでね、今年は何といってもね、オリパラのね、そうですね、年ですからね、世界中からまたお客様やってこられますから、こういったものを使ってですね、三浦半島がさらにこれをきっかけに、活気づいていくということを我々は願っているということですね。たくさん人が来てほしいですね。知事、本日はありがとうございました。ありがとうございました。